はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、まあ、サムネとタイトルにもある通り、今回は LINE ペイの登録からチャージまでのやり方を、説明するというようになっております。で、僕のこの動画では、結構、まあ、LINE ペイの、まあ、キャンペーンじゃないですけど、そういったものに関して、まあ、ちょくちょくアップしてたんですけども、そういえば、LINE ペイの登録のやり方って、まだ全然言ってなかったなと思って、やっぱり、これをあげようかなと思った理由が、やっぱりその始めようと思った時に、どこから何からやったらいいのかなと思った時に、あ、そういえばまだ登録からチャージって考えたら僕も全然知らなかったなと思って、なので、まあちょっと簡単にまとめたので、もう本当に3分ぐらいでできるので、緩い感じで見ていただければなと思います。で、そもそも LINE Pay とは何かっていうのを説明させていただくと、まあ、LINE は皆さんご存知だと思うんですが、まあ、今回この LINE の、まあ、会社が提供したこの LINE Pay というものなんですけども、簡単に言うとスマホのお財布サービスということで、まあ、そんな風に、まあ、ホームページになったので、こちらを、引用してきました。で、まあ、何に使えるかっていうと、まあ、もちろん、いろんなところで決済で使えるのもできるんですけども、お金のやり取り、送金もできるし、割り勘とか、あとは、一部の地域にはよるんですけど、公共料金のお支払い、まあ、電気代とかですね、これのお支払いとか、あとは住民税の支払いとか、地域によってできるようなところも出てきてるということになっております。ちなみに僕が住んでるところも使えるので、まあ、これは結構得なのかなと思います。まあ、理由としたら、まあ、それで LINE Pay でこう支払ったりしたら、まあ、ポイントが返ってくるので、まあ、普通にまあ、クレジットカードとかでの決済もお得ですし、なので現金とかで引き落としとかよりかは全然いいのかなとは思います。で、主な利用可能な店舗ということで、まあ、僕の動画にもちょっと出してる、まあ、スタバであったりとか、ファミマとかもあるんですけども、まあ、他にもローソン、松屋、山田電機、ビッグカメラさん、あとエディオン、ドラッグストアでやったサンドラッグっていう、まあ、ホームページにも使える店舗が出てるんですけども、そちらはご自身でホームページなどで確認していただければなと思います。ちなみに僕はもう本当ファミマとスタバで使った動画あるので、まあ、多分概要欄に貼ってると思うので、そちらをご確認くださいませ。はい。そしたら早速、もうやり方に移っていきましょう。そしたら、まず、口座の、まず、今回銀行口座の登録のやり方を、フォーカスしてやっていきたいと思います。で、一応黒で囲ってるところに関しては、ちょっと残高が少し表示されてたので、ちょっとややこしくならないために黒で押さえてます。もう0円として考えていただければと思うんですけども、まず最初に LINE のアプリを開いていただいたら、まず一番の画面ですね。LINE のアプリを開いたら右下にウォレットというのがあるので、ウォレットというところを押すと、まず一番のような画面に切り替わります。で、こちらに移ると、失礼しました。この1番のところに移るのは、ウォレットというところを押して、そして右上のプラスのマークがあると思うので、そのプラスのマークを押したら、1番の画面に切り替わります。で、そしたら1番の画面からこの LINE Pay についての画面になるので、そしたら2番に移ります。2番に移るためには、その再度もう一回右側のプラスのマークを押したら、銀行口座の登録の画面が出てきます。もしくはチャージっていうところを押しても出てくるので、まあチャージを押していただいても OK です。で、チャージを押したら、今度は、口座の登録に移るので、銀行口座っていうところを押します。で、銀行口座を押したら、まあ、ご自身の、持ってる登録、ご自身の持ってる口座、まあ、銀行口座を、まあ、選んでいただいて、まあ、ほとんどのところが多分あると思うので、まあ、選んでいただいて、そこから登録に移ります。で、その前に、LINE Pay の利用規約に切り替わるので、4番の画面に行きます。で、4番の画面の、利用規約のところを読んでいただいて、下の方に同意しますというのがあるんですけども、ここで気をつけていただきたいのは5番のところですね。あれ、同意しますが押せないというところがあるんですけども、5番の画面みたいに、画面を下まで下げていただいて、スクロールって言うんですけども、シュシュシュっとこう下まで下げていただいて、最後まで、スクロールして、したら、そこの同意しますが押せるようになるので、ここだけ気をつけてください。そしたら次に6番の銀行口座の登録に移るので、そしたらもうあとはご自身の個人情報を入力して、そのまま口座、僕は三井住友銀行で登録したんですけども、そしたら銀行専用の画面に移ったりとか、そういったことがあるので、それはもうご自身でそれぞれ入力していただければ OK です。そしたら次にチャージ方法なんですけども、そのまま銀行口座登録が終わったらチャージの画面に移るときもあるんですけども、移らない場合は、次の画面ですね。
7番の画面で、また再度、チャージかプラスのマークを押して、銀行口座っていう風に押すと、ここの、8番のところに、もう登録した口座名が出てくるので、僕は今回試しに1000円をチャージします。で、もともと銀行口座ではなくて、LINE Pay の残高が2044円だけあったので、まあ、そこから1000円をプラスということで1000円をしてチャージっていうのを押すと、最後の画面ですね。最後というか、9番目の画面のところを左上見ていただくと、チャージができたら3044円、プラス1000円が切り、プラス1000円の表示になっているかと思います。で、もう登録から本当にチャージまでっていうのは本当に3分、遅くても5分ぐらいでできると思うので、よくね、LINE Pay ここ使えますよとか、あとは僕のこの YouTube のチャンネルでは結構まだキャッシュレスについてどんどんお話していこうかなと思ってるので、なので、まあ LINE Pay ってまずどうやって使うんだっけみたいな感じだと思うんですけども、本当にやってみると、ものの見事に3分から5分ぐらいで、遅くても本当に5分ぐらいで終わるので、まあこれをきっかけに使ってみるのもいいのではないのかなと思います。で、本当に使ったらもう、これむっちゃ得じゃんっていうのを、後々結構気づいてくることが多いので、本当に現金だけで支払うよりかは、結構こういった LINE Pay とか、まだまだこれからも出てくる PayPay とか、そういったのの方が、かなりお得感は出てくるのではないのかなと思います。はい、ということで、今回は駆け足だったんですけども、このチャンネルがいいなと思ったら、チャンネル登録、そしてグッドボタン、あとは Twitter のフォローなどしていただけると嬉しいです。ということで、今日はここまでしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。